よいしょ。うん。抜けよ。抜けますわ。うん。あ。うん。ああ。なるほどね。みんなでスレッジハンマーをぶっ壊すということで、スレッジハンマーをぶっ壊す党代表のバーミリオンです。はい、ということでね、今回は、まあ、怒りマックスでちょっとお届けするんですけども、本当にマジで、今日後語りでちょっとね、またやっていくんだけど、本当にマジで、もう、はち切れそう、頭が。な、まず前提として、途中参加多すぎ。ね。マジで。やばいよ。全然ね、動画撮れないんだけど。うん。まあ、途中参加でさ、軍用犬が出たぞとかさ、その、ショットガンに殺されたり、スナイパーに殺されてる、ね、前までの作品だったら、黙ってやってたよ、別にそんぐらいよ。なあ、黙ってやってたよ、俺だって。その短期じゃあるめえからさ、ね、黙ってやってたよ。だって、黙ってやって、そのね、また次の試合になったらさ、1からじゃん、ロビーが。だからまあ、黙ってやるけどさ、その、くだらない試合をさ、最後までやってもね、あれなんですよ。どうせまた戻されっから、やる意味ないんだよね。うん。これはちょっと俺の愚痴なんだけど、マジでひどすぎる。この環境マジでひどい。まあ、いろんな人がね、上げてると思うんだけど、今の環境やばいって。ヴァンガード、正直今やんない方がいい。うん。あ、これを、この動画を撮ってるのが、1月14日の、夜10時なのね。だから、その1月15日の、まあ、俺が、まあ、この動画を上げるのは、多分15日の6時ぐらいなんだろうけど、そのね、アップデートが入ってるかもしれない、確か。うん。で、アップデートが入ってて、何か改善されてるかもしれない。ね。でも、その、まあ、今時点の環境は、本当にクソです。非常にクソ。なぜかっていうと、まずね、焼夷弾が、なんでさ、おめえら焼夷弾弱くなったのに、投げてんの、まあ、言ったじゃん。俺、マジ予言者だよね、俺って。いや、俺は COD のこと本当によくわかってるから、俺だけではなくね、みんなもそうだと思うけど、いろんな実況者の人もそうだと思うけど、みんなよくわかってるのは COD 好きだから。10年やってきてからさ、こっちもこちらとね、10年やってきてんだよ。わかってたよ。言ったじゃん、俺。ね、動画でさ、言ってたじゃん。減らないよって。炎を弱くしても絶対減らないよって。外役したいやつは、投げたいだけだから。うん。外役したいだけだから投げてるって。だからそんなことしても無意味ですよって。うん。ほら、見てみてよ。うんのや、ほら。見てみろ、ほんのら。な、このアリスは。やばいだろ。やばいよ。ライリーがめちゃくちゃ泣いとったわ。うん。COD 大好きのライリーがめちゃくちゃ泣いとったじゃん。ねえ。やばいんだって。あと、これはね、さすがのね、COD 大好きの俺でもね、予言できなかったんだけど、ドーントレスっていうね、パークみんなつけて、ね、炎無効化できるじゃん、あれって。もう、軽減とかじゃなくて無効化なんだよ、あれ。で、みんなつけてるから、ピアシングビジョンが見えなくなって、この煙環境で、撃てなくなるっていうね、敵が見えなくなる、本当に見えなくなったっていう。さすがです、スレッジハンマーさん。僕たちが予想した全ての上を行ってくる。うん。やばくない?全て上行かれたわ。もう俺もまだまだだな。やっぱり運営さんにはかなわねえわ。よくこんなことできるな。ドーントレスでピアシングビジョンが無効化されるってのを俺、前からあったっぽいんだよ、これって。ってことは、分かっ
分かるはずじゃない？テストプレイでねえ、スモークの中見えなくなっちゃってさ、もう無理だよこれ。今までヴァンガードは歴代最低とか言ってきたけど、あの今の環境は、あの今までのヴァンガードの環境の中でも歴代最低、つまり歴代最低の中の歴代最低、ベストオブ歴代最低ってことです。はい、そのね、あのバカが投げるじゃんねえ。今までさ、あすいません、バカって言ってるのはショイダン投げてる連中ね。ショイダン投げて背中に立て背負ってショットガンでピョンピョン入ってくる、あのなんかコオロギみたいなさ、あの頭が虫並みのあの IQ のバカがいるじゃんね、その街にも。そいつらがね、その今までショイダンを投げて、で燃えながらさ、自分の体燃やしながらでもとっつってきたわけですよ。でもそいつらもね、昆虫並みの頭してるくせにさ、悪知恵だけはすごいの。自分たちもドントレスつけてさ、ね、そしたら自分たちも燃えるけどさ、ダメージ食らわないで走ってくれんじゃん。ね、しかも、その、自分たちもドントレスつけてるから、ピアンシングビジョンが見えないっていうね、悪知恵働いてるから、すごいです。もう、手組んでます、もしかして。この、ショットガンとか、焼夷弾使ってる連中と、スレッジハンマーって。どうすればよくなるか、どうすればよく害悪できるかっていうのを、あのおめえら研究してるね、やばいよ本当に。あとバグよ、バグ本当に何も考えてねえな。もういちいち俺もうあれだわ、 PS4 だけじゃないっぽいけど、このロードアウトを選択できなる なるやつあるじゃないですか。これもいつ直すの。今日の、あ、明日のアップデート、この動画がね上がる頃にはもう直ってくれてればいいけど、さすがに治るよね。それは多分、これはさすがに治ると思う。あの治ってなかったら、マジで、やばいです、本当に。NHK、あ、違う、NHK じゃねえや。スレッジハンマーぶっ壊すわ。はい。でね、あと、盾も弱体化も来ないじゃん。ね、例えば、炎無効化をパーク3にして、オーバーキルと選択させるとかさ、いろいろあるわけじゃないですか。まあでもね、それに関しては、この、ウェルガン。ウェルガンが足2発キルなんで、まあ、実質盾が雑魚化。というね、ことになりましたけども、でこれはね、ぶっちゃけば、運営は正直ね、あ、盾が強いから、このウェルガンを追加して2発で殺せるようにすれば盾が減るのではみたいなことは考えてないと思う。ただ普通に、足が2発キルになって、たまたまねそれが盾にぶっ刺さってっていうだけだと思います。はい、これはさすがに。そのね、まあ、ウェルガンはぶっちゃけもう正直素晴らしい、最高。あれはその盾がさ、バカみたいに走ってるじゃないですか。まあバカっていうのは、焼夷弾使って盾背負って、ショットガンでピュンピュン生えてる、コオロギみたいな昆虫のこと言うんだけど、ちょっと2回言ったわ。さっきも言ったけど、ごめん、これ何回も言ったよ。わかる？この動画見てるね、たまに来るんですよ、コメントが。もうこの前も来たしな、コメント。もうめんどくさいからいいけどさ、この脇見て。やばいの。脇も、リスボンもやばくなったから、本当にもう、解約の解約。でも続きなんだけど、来るんですよ、外野から連中から、ユニルやもればいいじゃんみたいなね、日本語不自由なやつが、そのそやつがさね、多分この動画見てるかもしんないから言っとくけど、お前らは本当にマジでこのゲーム壊してる、いわば COD のがん細胞だよね君たちは。マジ取り除いてやるから本当に。まあでもせちゃまも COD のがん細胞だからな。難しい話だな。まあでもね、いまだに、みんなウェルガン絶対出した方がいい。盾が嫌いだよって人いる？ウェルガンね、出した方がいいです。なぜかっていうと、この、昨日動画見てくれれば分かると思うんだけど、非常に2発キルで、もう非常に強いから、逆に盾なんか気にならない。どうせ足狙うから、盾いても全然気にならない。これは出した方がいい、絶対にね。ウェルガンは絶対出した方がいい。で、頑張って、フォローポイントを、出るまで、レベル64かな。そこまで上げといた方がいい。ね。はい、ということで今回はこれで終わるけど、本当にもう運営さんにはね、ちょっと本当にマジで、本当にため息しか出ませんわ。この解約がね、まあスモークが弱くなるって言ってるから、焼夷弾のこれがどんだけ弱くなるっていうかで決まると思います。はい、はい、じゃあ皆さんもね、一緒にスレッジハンマーをぶっ壊しましょう。はい、終わります。